はい、おはようございます。今、時刻7時38分、めちゃくちゃ早いです。普段はもう昼の2時とか3時とかに起きるんですけど、不眠症なんですね、自分。いつかちょっと、けじめじゃないけど、踏ん切りをつけないといけないの、ずっと思っていて。昨日の夜、奇跡的に9時10時ぐらいになって眠くなって、あ、もう今日やと思って、歯を磨いて夜シャワーも浴びて、で、11時ぐらいに寝てみたところ1時に起きてしまったので ちょっと薄々予想はしてましたけど、そこからもう目バッチリ覚めちゃって、仕事とか インプットの時間して、で寝ようかなと思って4時ぐらいに布団入ったんですけど、結局寝れなくって、今7時15分ぐらいにからずっと葛藤してて、逆にこれが今日チャンスなんじゃないかと、逆に今もう起きてしまって、もうほぼ3時間ぐらいしか寝てないけど、で、一日中過ごして、もう眠たいけど、で、今日の夜、もう早い時間に寝て、そしたら明日の時間、理想である7時に起きれるんじゃないかっていう、検証の一日にしたいと思います。ということで、自分の本来の理想は、7時に起きることなんですけど、ちょっとひ、あの、30、40分ぐらいか、遅くなってしまったんですけど、一旦気にせずに、細かい毎日のルーティンが一応目標が早起き7時ね。で、30分間自然の中を歩く。自然じゃなくても OK。で、朝起きてすぐ、ジムに最初行きます。ジムはいつも昼に起きても最初にまずジム行ってる感じです。朝起きたらジム。昼起きてもジム。で、その後、冷水シャワー浴びて、一日の中で10分間メディテーションして、で、10ページ本を読んで、寝る前はあと画面を見ないこと、で、あと寝る前に考えを書き出すこと、これをちょっと皆さんの目の前で今日できるかどうかってみます。そしたら、どうしようかな。ジム、ジムはちょっと厳しそうやから、さすがに今行ったら体おかしくなりそうやから、ほんまにね、自分ベッドから出てまだおしっこと顔しか洗ってないんですよね。口癖で。BCA です。専門家でも何でもないんですけど、筋トレしてるってことで、朝起きた時は筋肉が分解されやすいので、筋肉の分解を制御してくれる。今帰ってきました。ちょっと顔がやっぱ起きましたね。次は冷水シャワー。でもその前にプロテインを飲んでシャワー行きます。はい、一旦じゃあ準備が終わったので、シャワー浴びて、
もう時間も9時だし、仕事開始しなきゃいけないし、朝ごはんは食べずに、普段食べてないんだよ、この時間とか。ちょっといきなり胃袋に物を入れたらびっくりするかなと思って。なんで朝ごはんを食べずに、板チョコだけ1枚ちっちゃいの食べて、でヤクルト飲んでですね。で、今からちょっと準備して、カフェに行きたいと思います。ということで、一旦帰宅でございます。めちゃくちゃ眠い。近くのレッグコーヒーに行ってきました。計どんぐらいおったかな。着いたのが9時半ぐらいか。今帰ってきて、今時間が11時54分なんで、まあ2時間はしてましたね、仕事。今日はとりあえず、広告運用の代行してるんですけど、代行と、コンサル。で、まあ、主に Facebook 広告なんですけど、そのとりあえず、提案営業っていうか、をプラットフォーム上でずっとしてました。今、ランサーズとメンタってやつと、ココナラとクラウドワークスしてるんですけど、今日はランサーズ上では、ランサーズはちょっとわかんないんですけど、メンターは、2件かな。で、ココナラが1件。で、クラウドワークスがめちゃくちゃしたと思う。7、8、8件。なので、合計10件ぐらいですかね。かな。をしました。提案営業っていうのは、ただそのクラウドワークスとか例えばに、プロフィールとかパッケージとかを置いていても、まあ、勝手にお客さんがそれを呼んでくれて仕事を依頼してくれるってことはもちろんあるんですけど、自分からも、なんて言うんでしょう、需要がありそうなそのクライアントさんを探して、仕事を取りに行くことができるんですね。で、それを提案営業っていうんですけど、それをしてました。あとは、今日はそのくらいですかね。めちゃくちゃ眠かったんですけど、やっぱなんか外にいることで若干なんか緊張感じゃないですけど、なんかそれがあるからなんか頑張って起きていられたのと、なんかやっぱ行ったレッグがまあ、結構なんか全部レッグって通気性いいじゃないですか、カフェの中なんで。気持ちよかったし、まあそれは良かったかなと思います。で、とりあえず今からちょっとお昼ご飯を食べて、ですかね。で、ちょっと休憩して、で、今日は3時から面接、仕事の案件の面談というかミーティングが入ってるので、それがまあ30分ぐらいかな、やってって感じですね。で、また、今日は夜家族とちょっとご飯に行くんですけど、それまでまだ仕事っていう感じです。それまでに、バカ長い昼寝をしないようにだけ頑張ります。行ってきます。とりあえず、まとまった仕事は終わりました。で、今、さっきも話したように、クライアントさんと、一人お話ししたのと、面接が一つあったので、それは普通になんだったっけ、フルリモートか、フルリモート、完全、在宅のお仕事なので、オーストラリア行っても働けるやつですね。です。で、面接はもう結果が出て受かったらしいんですけど、最終面接が明日あるので、それ次第という感じです。で、もう一人のその、お客さんと話したのは、スポットのやつの、案件なんですけど、まあ、普通にどうしたらいいですかっていうお話をしました。まあ、でもなんかいい感じに進んだので、まあ、長期でお話はできるかなとは思います。ちょっと眠いんですけど、やっぱり。もう夜ご飯が、あ、そう、さっき
家族で今日夜ご飯食べ行くって言ってますけど、あれ今日じゃなかったですわ。嘘でした。水曜日だった。一旦そんな感じです。インスタグラムの投稿していきます。今ご飯食ってきました。はい、クソ完全に寝ていたので、今11時3分。最悪じゃ、絶対夜寝るわ。まあちょっとなんか今から仕事でもしようかなと思います。はい、今一旦あともう風呂入るだけなんですけど、歯磨きも終わったし、ホワイトニングも終わったし、とりあえず、まあ、仕事というかパソコンいじるのも終わったしですね。で、今が4時6分です。こんな感じですね、本当に毎日。でも今から今風呂入って、で、まあ、そこから寝れるかどうかわからないんですけど、寝ようと思います。ってなったら、まあ4時半ぐらいに多分ベッドで入れると思うんですけど、ってなったら、まあ、多分最近の中ではちょっと早めですね。最近だったらやっとじゃあ風呂入ろうかなってなるときはもう何時ぐらいやろ、朝の6時は絶対過ぎる、7時とかなんで、今日はちょっと早めですね。がっつり不眠症、まあ、もしかしたら他にももっとひどめの不眠症の方がいるかもしれないですけど、こんな感じです実は。まあとりあえず今日はまあちょっと映せてないところも多々ありましたけど、不眠症改善できるかなっていう一日でした。もし不眠症の同じような方がいらっしゃったら頑張りましょう。まあ、多分オーストラリアとか行ったら仕事とかもあるし、生活環境も変わってくるので、不眠症なくなるかもしれないかなとは望んでるんですけど、結構自分そう、福岡の実家帰ってきたら不眠症がひどくって、人生だったりとか仕事とかやりたいとことかにモチベーションがあったとしても、やっぱり不眠症のせいでお昼とかに起きたりしてってなると、太陽も浴びる時間やっぱり少ないし、体自体が、やっぱりどっかうまくいっていないような気はしてくるんですよね。まあどうにかして頑張ろうかなとは思います。もう最終手段は今ちょっと住民票ないので、日本にシンガポールで抜いちゃったので、内科とか行って、精神科医とか行って薬、ちょっとどれぐらいのお金になるかわからないんですけど、睡眠薬かをもらってとかってするかなと思います。自分も性格的に結構ルーティンを決めたい性格なんですね。なのでそれがちょっとは朝早く起きようとか不眠症をなくそうっていうモチベーションにつながってるかもしれないです。例えば今も普段まあ、Apple のカレンダーと Google のカレンダーで分けてるんですよ。プライベートは Apple のカレンダーで、 Google のカレンダーは仕事用のカレンダーでっていう感じで、軽く Google のカレンダーで仕事の今まあ副業は何個かあるんですけど、何時から何時が1個目、何時から何時が2個目っていう感じで受けていて、で、今日さらになんかアップグレードじゃないけど、またそれをさらに細分化したりとか、午前中にやらないといけない仕事は、まあ、こういう仕事だからこの仕事は午前中に置くとかの改善とかをして、メモもちょっと改めてしたんですけど、本当に30分刻みとか本当に細かい時間の刻みで自分のルーティーンを書いてみたんですね。自分がしないといけないと思っているルーティーンとかを、でそれも実際にカレンダーに入れてみました。ルーティーンを持つことがすごい好きなので、これ入れたらやっぱり
可視化するできることで、なんか性格的に自分も気持ちいいと思うし、そう、まあどうなっていくかなっていう感じですね。はい、じゃあまあとりあえず今日はこんな感じでした。不眠症逆転チャンスは今日は失敗です。まあとりあえずなるはやで寝たいと思うので、今からお風呂行ってきます。Thank you.